なんか2日前くらいから化粧水スキンケアを変えたんですよ。ずっと使ってた化粧水から。そしたらなんかお肌のね、張りがなんか変わった気がします。今変えたばっかりだからちょっと変化が出てるってだけかもしれないけど、なんか良くなった感じがする。で、続けばいいな。スピコです。今日もスピコです。でも肌白くなったことない？だってなんかね、美白 化粧水みたいなやつに変えたんですよ。肌に合ってる今のとこね。でここ最近本当に めっちゃもう朝くらい、朝ほぼ朝みたいな時間に寝てみたいな 超もうすごいひどい生活してるけど まだにそんな出てないから、あまり。伝わる？この画面越しでも。肌の変化。なんかさ、美白効果ちょっと出てるような感じしますよね。わかんないけど 気持ちの問題かもしれないけど。ちょっと輝きがプラスされた気がする 気のせいかもしれないけど、まあでもね、変えたんですよ。でも肌に合ってよかった。やっぱね、肌に合わないこともあるからさ、よかったです。イエーイ、やったー。ちゃんと寝なきゃ。今日は昨日よりちょっと時間がちょっとだけある。今日誕生日です。おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー。イエーイ 途中で終わり。いつも睡眠時間はでもバラバラです。めっちゃバラバラすぎて全然安定してない。安定してない、決まってない、毎日違う 毎日違う今日はちょっと涼しかったね。でもね、でも私は半袖で過ごしました。わいわい。来たけど、外出るときは。ゆうか高校で AKB 割れしたって。いや、まあなんかゆうかちゃんがまだ高校生っていうことにも驚きだし ウケる。私みたいな感じだったのかな ゆうかちゃん 寒いくらい。なんかさ、今日稽古あったんですけど、みんな長袖着てて、なんかみんな寒いみたいな言ってる中、私一人半袖で暑みたいな感じだったんですけど、大丈夫かな はるぴょんとかがさ隣で「めっちゃ寒い」とか言って、すごいあったかそうな長袖のなんか
トレーナーみたいなの着てたんですけど、私バリバリ半袖だったけど、え、暑くねみたいな感じだった。たくましいわ。なんかいや、その稽古の時だけ半袖で過ごしてました。お外に出る時はなんかあの上着ちゃんと着てましたけど、代謝の問題、代謝がめっちゃ、代謝はめっちゃいいですけどね。今日何曜日ですかね。今日木曜日だ。今日木曜日か。いや、明日は金曜日ですね。え、早くね。早っ。早いな。え、うん、今日木曜日。明日すごいね。なんか早い、早く感じるな。え、もう昨日。明日からまた1週間頑張りましょうって言った感覚なんだけど早すぎる。え、今日15日14日か。いや、早いよね。みんなそう思うよね早っ、びっくりだな。え、まあ嬉しいよね、金曜日がこんな早くやってくって時の流れの速さに驚いてしまう。いや、私はずっとチーム4の初日公演が迫っているという緊張感が常にあるので、それが終わったらまず一段落だろう。それが一度ね、終わったらやっとほっとする。今はまだそれがその壁というか立ちはだかっております壁というか、はい、ドキドキの。うん、落ち着かない感じがします。そわそわしてる。4月もあっという間に終わりそうですね。でも5月も舞台やったりしたらあっという間に終わっちゃいそうだな。いや、早いな。私の誕生日が来てしまうよ初日公演だから余計に緊張してます。うん、しかも初めての公演だしね。ずっとやってた公演じゃなく全く初の公演だから、初めて披露する公演じゃないですかね。緊張しますね。そう、初日に出演するのも初めてだからね。そう、プレッシャーというか、プレッシャー、いや、ドキドキ、不安や緊張や
でも楽しみな気持ちがすごく大きいのではい、でもそう思いっきり楽しんで、楽しい公演にしたいなと思います。はいはい、イエイ。本当に嬉しいことですからね、初日メンバーとして出演できること。ちょっと初日メンバーとして初日公演に出るのが夢だったんですよ。やっとです。やっと初、嬉しい。いいとでもなかったから嬉しいですね。たくさん出れたらいいな。地方公演も、話してると余計に緊張が増してきますね。余計に私本当に配信中に何度も何度もリップを塗り直している。いやー、髪型とかどうしよっかな。いや本当に伸びた、最近巻かない、切ったからね前髪。ちょっと巻かないと無理なくらい長かったから、この前まで。今割と切って、今めっちゃボサボサだけどね、前髪上げてたりしてボサボサだけど、イエーイ。この前ね、弟が誕生日だったんですけど、なんか弟が誕生日だったんですけど、弟の彼女が弟になんかサプライズ動画みたいな、 お誕生日おめでとうみたいな動画を作って、そう、それを見せてもらったんですけど、めちゃめちゃ素敵な動画で感動しました。いい方と巡り合えたねって、素敵な方。なんかね、すごい弟の友達とか知り合いの人からサプライズでおめでとうみたいな、あのほらメンバーのさ卒業公演みたいの時にさ、一人一人からおめでとうみたいなコメント集みたいなのあるじゃないですか。そんな感じで周りの知り合いとか友達からのおめでとうみたいな一言コメント動画みたいなのを組み合わす動画を作ってて見せてもらったんですけど、めちゃめちゃ素敵だった、感動したね。いや友達おーって思いました友達おーって思いましたね。すごい、私とは正反対感動しましたね。センスすごいよね、めっちゃいい方タンプレア、私はすごい探したんですよ。でも難しいじゃないですか、高校生なんですけど、高校生の男の子のプレゼント、おしゃれなものをあげたいと思って探したんですけど、結局今のところなんかLINE のなんだっけ、なんかスタバチケットみたいなの1000円分だけあげてちょっと改めてまたじっくり探そうと思いまして
難しい高校生の男の子のプレゼントな難しいです。間違いないよね。そうでもちゃんとしたプレゼントね、またじっくり探してあげようと思います。でもその分私の誕生日には しっかり要求しようと思いますなんがいいんだろうね今時の男の子。あゆねちゃんも中学生の弟のプレゼント悩むよね。難しい。要求します。8月私の誕生日になったら二十歳記念すべき二十歳になりましたって要求します。でもね、もう弟ももうすぐ高校卒業するんでまだかあと1年わかんない。今何歳なんだ。今高校3年生か全然わかんない。いつの間にか大きくなってましたね。でも成人18歳か成人ですね。でも18歳から成人ですからね。私ね20歳のタンプレだから20歳は大きなあれですからね。記念すべき20歳だからいろんな人にアピールしようと思います私はいろんな方に会う人に20歳です、20歳ですって盛大に祝ってもらうつもりなんで今年はイエーイいいですよね誕生日っていいですよね。素敵。誕生日ってもの素晴らしいですよね本当に。この配信で私がリップを塗ったの4回目、ちょっともう見えないところに置いてきます。見えたらなっちゃう。てかこのパンの背景ってずっと続いてるんですね。なんか一日だけかと思ったけどずっとあって嬉しい。こういう背景さなくなっちゃった時ちょっと寂しくなる。あなくなっちゃったなんて。めっちゃ可愛い。私パン本当に好きなんでずっとこれでいてほしいパンの何ギフトみたいなのもずっと続いてほしい。可愛いもん。めっちゃなんか焼きそばパンみたいなありませんでした。めっちゃ可愛いんだけど超可愛いパン好きからしたらめちゃめちゃ嬉しいですね。期間中ねずっとこれなんだね。イベント中ありがとう。
牛乳もこの期間だけなんだね。てか可愛い、めっちゃ。私はね、あれですよ、くるみパンとベーグルが一番好きです。食べたいな。パン。パン屋さんのパン美味しいよね。ま、あのね、高橋さやかベーカリーが一番おいしいですけどね。さやりんパン、みんなにも食べてほしいですよ、本当にみんなにも食べてほしいですよ、ぜひ。本当にさやりんの手作りパン、手作りパンめっちゃおいしいんですよ超煽る人みんなにも食べてほしいですよ、本当にいいでしょう、めっちゃ美味しいです、めっちゃ美味しい、本当に美味しい。マジで店開いてほしい、お店、副業、副業ダメなのか、やってほしいですよ、本当に売ってほしい。いやすごいよね、なんかすごいな、さやりん本当にさやりんみたいな人になりたい。料理もできるし、パンも作れちゃうしさ、なんかもう生きていけるやん、本当にすごい強い。 ああいう人になりたい、何でもできる人になりたい、一人でもうなんか生きていけちゃうくらい完璧な人に。私もパン作れるような作れるようになりたいな。さやりん舞台の期間めっちゃパン焼いてきてくれたあ、YouTuber だ、確かに。お菓子は作りますけど、でもちゃんなんかめっちゃ凝ったお菓子とか作ってみたいな、超手軽に作れるお菓子みたいなのしか作ったことない。カヌレとか作ってみたいな、難しそう。サヤリンとマリアちゃんのお店めっちゃいいです、素敵。サヤリンのパンとマリアちゃんの料理で素敵何年待ちになっちゃうだしお菓子作り配信したいです、また。あのバタバタクッキング私の配信でお菓子作りするとき、お菓子作りというかケーキ作りましたよね、2回くらい。本当にバタバタのおもしろい、準備不足すぎてそうそう、いやケーキとショーケーキとなんかブラウニーみたいな、そんななんかほんといろいろなかったんだよね。まずグラ何グラムって測りみたいなやつのなんか電池が切れてたとか、あとまあそれはなんか大さじ何杯とかで結局できたんですけど、あとオーブンで焼かないといけないのになんだっけ、あのなんとかペーパー、クッキングペーパーみたいな、なんですっけあれ、クッキングペーパー、あれなんだっけみたいなあるじゃないですか、あれがなくってみたいな、
なんかコピー用紙に そのバターみたいなの塗って代用みたいな。私本当にお菓子作りかけで、あれクッキングペーパークッキングシートクッキングシクッキングシートないっていうのもでもよくあったんで、代用方法を調べてその紙で代用みたいなのもよくやったんです。そう、なんとかやりきった。いろいろなかったけどなんとかやりきった まあ結果うまくいったんでなんとかなったってよかったんですけど、いつもそんな感じ。コンビニ用紙にそうなんかバターみたいに塗るといいんだよ、くっつかないんだよ。すごくない？でもそれを一つ学べたからね。まあ結果いいことですよ。いいことですよ。あれ最近ちょっと言葉が出てこないですね。日本語が。もう56分だ。あ、57分になっちゃった。ね、そうやって学んでいくのですよ。人は。そういうことですよ。ではランキング読みます。13位まぼろしさんありがとうございます。12位関西とおしさんありがとうございます。9位ぬっしーさんありがとうございます。8位ひがさんありがとうございます。7位せんちゃんさんありがとうございます。6位あつぽさんありがとうございます。5位森さんありがとうございます。4位ラボーナさんありがとうございます。3位ポクレンパサランさんありがとうございます。2位タートシさんありがとうございます。1位ハヤちゃんさんありがとうございます。ありがとう、今日もちょっとしかできなかったありがとう、おやすみなさい、またね。ありがとうございました。バイバーイバイバーイ。